僕はパイプ椅子に腰掛け、武田さんが書いたレポートを読み始めた。しめやかな雨音に髪をめくる音が重なる。いつか雨は上がり、西日が部屋の中を金色に染めていた。どれくらい時間が過ぎていたのだろう。夢中でレポートを読んでいた僕は、首筋を猫の尻尾で撫でられているようなくすぐったさを感じて、何気なくそれをつまみ上げた。ん？三つ編み。やっと、東子先輩！次のページ、めくって、コノハ君。でも、その、顔が近いです。早く。はい。どうぞお召し上がりください、お嬢様。いただきます。苦い、とっても苦いわ。東子先輩の白い肌が、制服が、長い三つ編みが艶やかで、それでいてどこか寂しげな夕日の色に染まっている。傾いて沈んだ太陽は夜を越えてまた昇るのだと、東子先輩は屋上で武田さんに言っていた。どんなに苦しいことや辛いことがあっても、今日と違う明日が必ずやってくる。そうやって繰り返し明日を迎えてゆくうちに、人は変わってゆくのかもしれない。癒されないと思っていた痛みも、いつか薄れてゆくのかもしれない。あの日、屋上から飛び降りたミュウも、どこかで笑っていてくれたらいい。たとえ二度と会えなくても、この柔らかな夕空の下、どこかで。一切は、ただ流れていく。何を書いてるの？内緒です。ねえ、コノハ君、いつか小説を書いてね。コノハ君の書く物語を私に読ませてね。僕の赤面者の過去を東子先輩が知るはずはない。だからそれはきっとただのつぶやきだったのだろう。いつかまた小説を書ける日が来るのか、書きたいと思える日が来るのか、それはわからない。けれど、今日は東子先輩に甘いものを書いてあげよう。苦いレポートを食べ終えた後のデザートに。